次は、天井糸の全体の作り方を作っていきますけども、私の場合天井糸はこのフロロの 0.6 号ですね。これを使っています。最近は PE の天井糸も流行っていますけども、PE にしますと全く伸びがないので、おとりに負担がかかってしまって、おとりの動きが悪くなってしまったので、私の場合はこの比較的伸びないフロロの 0.6 号でベストマッチでした。天井糸の移動式部分を作る編み付け糸ですけども、こういうミシン糸ですね。これのミシン糸の50番ですか。これを使っていきます。目印などで編み込みをすると、目印は伸びますので、少し感度が落ちて使いにくいかなと思いましたので、こういったミシン糸を使って作っていきます。それでは作っていきます。まず、天井糸のフロロを編み付け機にセットします。この際、端は少し余して編み付け機にセットしてください。次に、ポリエステルの50番ですね。これを通常の、両編み付けで編み込んでいきます。この際、移動式ですので、この角度ですね、これは緩めにして遊びが出るように編み込んでいきます。この場合、約18回ほど編み付けるとずれてこないと思います。このぐらい編み込んでから、最後は同じく固結びで留めます。そしてここに、また撚りを入れて、で、コブを作る際ですけども、普通の玉結びを1回します。そしてこの同じところにもう一度玉結びをかければ、コブが大きくなって外れにくくなります。このようにコブが大きくなりました。これでカットして移動部分は終了です。角度を緩く編んでいますので、このように編み付けは緩んで移動することができます。移動した後はこのように編み付けを伸ばして固定してください。次に、水中糸を結ぶリリアン部分ですけども、同じポリエステルの糸で作っていきます。まず1回固結びをします。そしてよりを入れていきます。そして、先ほどのコブと同じく玉結びを2回同じ場所にかけます。これで水中糸の接続部分は完成です。この移動式部分に、折り返した天井糸を結ぶ際はユニノットで結んでいます。まず2つに折り、添えるように輪っかを作ります。そしてこの場合3回輪っかに通します。このようになりました。これで締め込んでいきます。そして
を絞っていって移動式の部分に締め込んでいきます。最後に余った糸をカットして完了です。これで、天井糸の移動式の部分ができました。天井糸を穂先につなぐ部分ですけども、私の場合普通に、乳輪でかけているだけです。この際の乳輪は3回8の字ひねりで作ります。ダブルをカットして、そして最後に、取り外しがしやすいようにここに目印を1個つけます。先ほどの余った目印を1回乳輪にして、メガネの中に通して取り付けます。これで接続部分が完成です。これを、穂先に取り付けるときですけども、通常のようにメガネにして先の部分に通して乳輪で留めておきます。外すときは先ほど取り付けた目印を引っ張れば乳輪が緩んで取り外しができます。